財布を取るっていうことのだけではなく、取ることにこだわらず、そういうふうに取れなかったとしても、そのナイフを利用して相手を攻めていくというやり方を紹介します。で、相手についてもらいます。相手についてもらった時、この受けて、この後ろにやった時も、ここに取るのではなく、ここにちょっと刺していく、こう刺していくことにより相手を攻撃していく。この攻撃により相手をナイフが取れなくても相手を攻めていくことができます。もしくはこのように例えばこちらですね、こちらで相手にアジア刺し、もしくはこのようにして相手に膝蹴りのようなものをやったときに、こう、もしくは体当たりで相手が来たときに、この膝蹴りもしくは体当たりでいっている。ではそのいろいろその状況に合わせて、まあ綺麗にはいかないと思うので、その状況でいろいろやっていきます。相手がやってきます、それで相手の首をやってみる、そして相手をで、パフェをやって、こちらの左交えて取っていく、そういうのをやっていくといいと思います。ありがとうございます、ね、相手が胸ぐらを掴んできました。その時にここを押さえて、相手のフックもしくはストレートパンチを警戒しつつ、ここを下ろして、そしてここを相手を制圧していく、まあ足で制圧していく。相手の足を踏んで、こちらを、もしくはちょっと離れた場合、はもう最初にここを蹴って、そして打って、そしてもうちょっと殴りかかってきた場合なんかでも、このように牽制をしながらやることによって、この両足が使えるということが非常に有利なんです。まあ、最終的にはここで立ち上がっていくのも一つわけですね。そしてこちらに座って、まあそのなかったことにしてそのお互いに調和して終わらせるっていうことができれば一番のことだと思います。ありがとうございました。相手が攻撃します。相手が攻撃したときに、ここで相手をこちら側にやってぶつける、もしくはこちら側にぶつけるというようなことです。で、相手が多少大きかったとしても、ここで自分の体に密着させることによってかなりぶつけやすくなる。そして相手をこちら側にやるときに、攻撃としては肘、膝、そういうものを使って、そしてダウンを使う、もしくは相手の攻撃を拘束したときに足で踏むような攻撃をしてからやると、より威力が増します。相手はこの角度があるので、その踏まれた時に角度があるので、相手が攻撃してきた時にいいところで踏んで押し込む、もしくはこちらにドン、こういった方法で相手を自分の側の環境に押さえつけて、そして相手にダメージを与える。この実は投げとかと一緒で、ほぼこれはもうかなり致命的なダメージを与えること。投げがやっぱりその柔道とか投げが一本になるっていうのは、実際余剰で投げが決まればその人は戦意喪失するようなダメージを負うからです。この壁もそのような感じで。ありがとうございました。まあこのパイプ椅子を使ってナイフから防御する、そういう手段をやっています。まずパイプ椅子はこのように2つこういうふうになっているので、こういうふうに持つと安定しません。そのため持つ場所はこの棒が長く棒になっている、この一直線になっているところを取っています。
ここをこのようにして持って相手にこのように、これを縦にしていきます。縦にしてこう刺していく。で、打ったら引きます。で、打ったらそれはできる限りこう捕まりたくない、ナイフ持ってるんで片手なんで捕まれることはあんまりないと思うんですけども、この捕まれる率をこのように減らしていきます。まあ、捕まれると大変なんですが、もうとにかく相手をこの牽制しながら回り込んでいって、出口を、まあ、相手の後ろが出口だった場合はもう回り込んでいって、これあるところに逃げ、そして逃げ、もしくは相手のこのようについていって、相手がもううまくいかない、その時にはもう回ってこの打ち込んで逃げて追っかけてきたところをこのように回転させてドン、まあ、もしいかなかったらその逃げてもう次の下で、もしいければ相手が攻撃したらこれ足元にこうやって逃げてまあ、もうこれで対処できるかどうかは別として、素手よりは全然マシです。それなのでこのパイプ椅子を使ってナイフから少しでも身を守る確率を高める、そういうことをやってみました。ありがとうございました。相手に突きを打ってもらいます。それをまず最初は探査を打っています。最初はそのままの姿勢で受けていきます。次はそれに足をつけています。次は今度はボンサーです。相手がついてきたのをこのように受けていきます。ある程度最初は上段の場合はこのように相手の喉の方にちょっと押してあげて、そういう形で相手を反らしていきます。じゃあ連続で、次は体を使ってみます。少し体を前にこの時も流していく。では、ちょっと中段の場合もやってみます。ちょっと流していきます。相手の前に少し入ったから。次は副鎖です。副鎖は相手がついてきたときに、手のひらを上につくようにしてから、パーの状態から引っ掛けていきます。次は体もつけていきます。次はこの 3種類を連続でやる練習しています。相手がついてきたのを探査をできます。次はボンサをできます。そして副鎖で探査をボンサ副鎖探査をボンサを